こんにちは、速化塾の久保ですまあ、レジに行くと、レジ袋を持っているか、それともマイバッグで買い物をするか、今選ぶことになってますよね。で、レジ袋を有料化にする意味っていうのは、おそらく廃棄されるプラスチックの量を削減するっていうのが大きかったんじゃないかなと思うんですよ。でも実際どうですかね。あの、確かにマイバッグで買い物される方はいると思いますけども、結局は、 レジ袋が有料化になるからって言ってお金を払ってレジ袋を買ってそれを持って買い物に行くっていうケースがあるとしたら有料化されるだけで使っているレジ袋の量ってのはほぼ変わらないんじゃないかなと思うんですよこれは別にねレジ袋有料化があのプラスチックごみ削減のためだって言った瞬間にそれは違うだろうって分かることだと思うんですけどもどうだったんですかねまあそもそも廃棄される プラスチックの総量ってのはどのくらいあってレジ袋が有料化されることによってその数がどう変化したかってことを逐一見ていかないと結局はやってみたけど結果はどうだったのっていう問題になると思うんですよまあこの計算を他に譲るとして一、まあ、つのデータはですねだね大体削減されたゴミの量ってのが2%だとも言われてますそうなるとあんまり変わんないんですよねだからちょっとこれはね別でまたあの詳しく 計算するそんなね動画にまとめようと思いますで問題はここからなんですよ何が問題かっていうとあのレジ袋がなくなったら廃棄されるプラスチックってそんなに劇的に減るのかなって考え方を持ってるかどうかなんですよえ例えばねパチンコ台とかあそれから車これが廃棄される時ってレジ袋の1枚2枚じゃ追いつかないぐらいの廃棄されるプラスチック類っていうのが出ると思うんですよね そうなったらいくらねレジ袋をこんな薄っぺらいのを1枚2枚節約したからといって車が5台10台どん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 廃棄されるこの世の中に一体何の効果があるのかなと思っちゃうんですけどねこれは別に誰からともなく言わなくてもすぐに思いつくことだと思うんですけどねまたこのレジ袋が有料か無料かってことにこだわってるのは世界的レベルで見たらもしかしたらこれ日本だけなんじゃないですか もうすでにレジ袋なんて有料化されてる国がたくさんあってですねで。そもそも先進国ではない国っていうのはレジ袋で買い物してるんですかね多分商品そのものを手で持って帰るっていうところが圧倒的に多いんじゃないかなと思うんですよ。どうでしょうかレジ袋が気軽にもらえたり買えたりする国って世界的に見てすごく少数派ですよね。そのの少数派の中で 大量に廃棄される車やパチンコ代その他、家を壊したりマンションを壊したりしたら膨大なゴミが出るその中でねその中ですよ産業廃棄物が山となって出る中で我々がレジ袋をちょっと削減したからって言って一体これどんな効果が出るっていうことなんですかねそんなの政策に掲げる前に分かると思うんですけども、うん、そもそもねレジ袋が有料化されたからといってレジ袋ってなくなるんですかね ただ今までタダで使ってたのをお金を払って買うってことになっただけでレジ袋の利用料そのものは利用枚数そのものは変わってないような気がするんですけどねもちろんこうやって手でね持って帰る人が爆発的に増えたっていうんだったら違いますけども一体どうなんでしょうかこれ検証した人いるんですかねいや環境大臣が検証しないといけないですよね環境大臣がやろうって言ってからね原田大臣になり小泉大臣になり二人がかりで決めたわけですから 一体どうなってるんでしょうか、うん、どうなってるんですかノックさんいってらっしゃい